青柳投手、はい、もちろんいずれ戻ってきますけど、ファームの時見てるじゃないですか。あ、僕はね、前回の、はい、コーチの時にね、はいはい、でちょっと苦しんでる時期だったと思うんですけど、そうですね、去年オリンピック金メダリストで最多勝、はい、もうものの見事に今やタイガースに欠かせない存在になったっていう、はい、これはね、はい、いろんなそのピッチャーの要素って、ね、あのバッターに投げるだけじゃないんでね、うん、まあ、あの守備をしたり、まあ、いろんなことがあるんですけど、まあ、今もいろいろね、はい、それは何かを気をつけながら練習しながらと思うんですけど、うん、その中でね、うん、こうやって成績を残してくるっていうのは本人の努力の賜物ですね、うん、努力の賜物、賜物ですね。やっぱり自分がどうやっていったら成績が残るんだっていうね、うん、ところでこう着実に歩んできたピッチャーですよね。あ、初めから決して評価が高かったピッチャーっていう風には僕は感じてなかったんで、うん、その当時ですね、はい、だから本当に本人の努力違いますかね、いろんなこと感じながらやってきたっていうことだと思いますよ。うん、そのファームの時はどういうところに苦労していました？やっぱりそれもコントロールでやったり、ね、フィルディングでやったり、うん、だからそのピッチャーの必要な要素の部分で、うん、ね、いろんな課題があったピッチャーだと思うんですよ、はい、だけどね、こうやって最多勝ですか、うん、今やね、大黒柱の一人ということでね、はい、これはもう本人ね、まだ本人はまだまだこれからね、その満足してないでしょうから、これからも成長していきますけど、はい、うん、これまでは僕はそのイメージがあるのでね、やっぱ本人頑張ったんだなと思いますね。ねえ、もう高橋さん、青柳投手は今年15勝を期待していますとか、ファンの皆さんの期待も非常に高い青柳投手、早くね戻ってきてもらいたいですね。今岡岩佐の誠の虎人